皆さん、こんにちは。ビザ JP カナダ移民コンサルタントの白石です。今日は4月27日です。なんとなんと、そろそろ日本はゴールデンウィークではないですか。いいな、いいなと思いながら、私たちはお休みではないので、一生懸命働いております。そしてですね、今日の、ビザニュースはですね、こちら、特別措置でのポストグラジュエートビザ延長という、こちらのニュースを、ご案内しますね。こちらですね、このポストグラジュエートビザ延長のニュースは、先日、ね、この時間にも、お話ししましたけれども、しばらく前に、発表になりました。このニュースはいつ発表になったかというと、じゃらーん、これね。3月に、発表になりました。で、この時にはあんまり詳しいことが発表になってなくてですね、こういうことが始まりますよという予告のような感じでした。で、実際に始まって、なんか手続きが混沌としているというか、ちょっと分かりにくいよねという声が非常に多かったので、で、あと、弊社の方でも、移民局のウェブサイトを見て、見るとですね、なんかいろんなところに散らばっていろんなニュースが置いてあるわけなんですよ。いろんなやり方とかね、いろんな情報が置いてあるので、非常に分かりにくいなと思いまして、それで改めて今回、ここにまとめてみたという感じです。でですね、お話を進めていくとですね、ポストグラジュエートビザを、すでに持っていて、で、お持ちのポストグラジュエートビザが2021年の、ちょっと古い話ですよ、2年前ですね、2021年の9月20日から2023年の12月31日までの間、だから、ね、2021年、2年前、今1年半ぐらい前から、今年の年末までですね、の間に、失効した方と、あとはこれから失効する方、が、ビザの延長を18ヶ月まで、最長18ヶ月の延長ができるようになりましたということなんですが、この、申請、この、延長の申請はすでに4月6日から、始まっています。で、始まっているんですが、やり方がですね、いくつかあるので、それぞれのやり方で説明をしていきます。まず、オプトインを利用するという場合ですね、オプトインっていうのは OPT でスペースインですけどね、オプトイン。で、ここに書いてあるか、オプトインですね。で、これはね、移民局から該当の人にメールが行ってるはずなんですよ。オプトイン、こういうタイトルでメールが言ってるはずなんですね。で、あなたはこの、特別措置に該当するので延長できるよっていう内容で、です。で、このオプトインというのはどういうものかというと、非常に簡単に、延長ができるという、そういう、まあ、すごく大きなメリットがあるんですけど、で、申請料もいらないんですね。で、ここに申請料かかりませんとか言って。これすごい魅力的なんですよ。だから簡単で申請料かかんないってすごい魅力的なんですけど、イメージとしてはですね、私いろいろこう考えてたんですけど、イメージとしては、なんかね、移民局のプリンターのところに行って、あなたがプリンターをオンって押すっていう感じのイメージなんですね。なので、で、そしたらあなたのビザが18ヶ月後の日のビザが印刷されてくるよというイメージなんですよ。で、だから何かというと、今までの、元の申請と、で出した今までの情報が全然変わってない人とか、状況が全然変わってない人向けなんですよね。そういう方はこの押すだけっていうやつで、ビーってビザが出てきて、ビーって届きますよっていう、そういうイメージだと思ってください。で、このやり方の、一番のマイナス点、マイナスポイントっていうのは、このね、
申請をオプトインというのも、作業をやった日から、18ヶ月後までのビザになるので、これね、例えば2023年の10月までとか11月までのポスグラを持ってる人にもこのメールが来てるんですよね。で、そうすると今これポチって押すと、今から18ヶ月後のビザが出るので、今から今年の10月とか11月までビザが、もうせっかくビザ持ってたのに、そこのとこの半年ぐらいは、まあ無駄になっちゃう感じなんです。要するに、今から18ヶ月とかのビザが出ます。あとは、まあ、パスポートの期限が、もともとのその、最初のね、ホストグラの申請の時に使ったパスポートの期限が短ければ、そのパスポートの期限までしか出ないんですね。どっちか。なので、もう最大のこの、オプトインの、マイナス点というのは、デメリットというのは、短くなっちゃうっていうところです。でも、まあ自分のね、例えば今、永住権の申請をしている最中の人とかが、自分の永住権の申請、いや、もうあと一息で確実に永住権取れるよ。もうあと数ヶ月だよね。っていう感じであれば、そんな、ね、まるまる18ヶ月のビザがなくてもいいかもしれないから、まあそういう人はね、いいかなと思います。うん、でも、まあまだ永住権の申請できてなくて、これから、もっと働けるといいなと思ってたりする方は、やっぱりいっぱいいっぱい、18ヶ月欲しいじゃないですか。そうすると、今の自分が持ってるビザの有効期限から18ヶ月欲しいじゃないですか。そうすると、このオプトインではできない。オプトインでやると、短くなっちゃうよっていうことです。で、他にどういう、具体的にどういう人がオプトインを利用しない方のやり方がおすすめかというとですね、まず、この、そうね、あとは、そうね、まずパスポートじゃないや、パスポートが変わった人はオプトインじゃない方ね、それは今言ったよね。で、それから、ポスグラが、まあ、切れてない人しかオプトインではできないので、ポスグラがうっかりしてたら切れてしまったっていう人はオプトインではできない。あとは、一緒に申請したいご家族がいる方、配偶者とかお子さんとかがいる方はオプトインではできない。オプトインでできるのは一人だけですね。そのポスグラの保持者のみなので、一緒に申請する家族がいるとできない。で、あとは、今言った、ちゃんと長いビザが欲しい。自分の今持ってるビザが切れる日から18ヶ月後までのビザが欲しい。という人は、オプトインじゃない。あとは、住所が変わったっていう人ですね。こっちはね、このオプトインの方は何しろ、今言ったように、プリンターをポチッと押すだけな感じなので、もともと前のポスグラを申請した時の住所で印刷されてくるんです。そうするとそこに行っちゃう、ビザが。だからもうそこには私は住んでないんだよとか、なんか住んでる人は知らない人がもう住んじゃってるんだよとかっていうのであれば、これは、やらない方がいい。オプトインはやらない方がいいですね。で、オプトインを利用しない場合、あとカナダ国外に住んでる人はオプトインはできないので、カナダ国外からはこのオプトインを利用しない場合という方でやらないといけないです。で、注意点、オプトインを利用しない人の注意点は空港で申請することはできません。で、ポストグラジュートビザは、しばらく前に、何年前かな、4年前くらいかな、から、空港で申請もできるようになりましたけど、この延長に関しては空港で申請することはできません。空港の人がよくわかんないからじゃないですかって思うんですけど、慣れてない、なんかこういう特別措置みたいな一時的なものは知識がないんじゃないですかね、空港の人。だからこれは空港では申請することはできません。で、あと、延長は1回のみ可能で、再度延長することはできない。これ結構、注意点なんですけどね。例えば、期限が短いパスポートで、延長申請してしまいました。で、18ヶ月出なくて、そのパスポートの有効期限の、例えば1年
今から1年後でパスポートが切れるから、その日までしかビザが出なかった。そして、だからもうあと6ヶ月延長したいや、したいなと思っても、もう一回は申請できないですね。だからちゃんと慎重になって、最初から丁寧に申請をしないと1回しかできないですよということです。そしてこれ、朗報な感じなんですけど、ポストグラジュエートビザは、就労ビザの申請料155ドルプラスオープンワークパーミット料100ドルの合わせて255ドルが通常は申請料なんですけど、今回そのオープンワークパーミット料金というのが免除になりますので、155ドルのみが、申請料になります。だから、まあ、簡単に言うとね、155ドルと、そのビザの残りの長さを天秤にかけて、それで、長いビザが欲しいなっていう人、155ドル払ってもビザ長いの欲しいなっていう人は、オプトインしないという選択肢でやった方がいいと思います。で、まあ、対象になる人というところをもう一度おさらいなんですが、元々のビザの有効期限がこの、間2021年9月20日から2023年の12月31日までの間で、もちろん延長申請していることを、申請書に記載すること、ちゃんとこれはその特別措置の申請だよということが分かるようにしておくことということですね。それから、まあ、パスポートを、ちゃんと、長いパスポート18ヶ月より長い、期間長い、残りがある、パスポートを、使ってくださいよということと、あとは、不法滞在になってない、またはうっかり不法滞在になってしまっていた、今、ふと気がついたらポスグラ切れていた、でその後の申請、観光ビザの申請とか何もしてなかったという人は、この申請と同時にレストレーションという滞在資格の復元の申請ができますので、それを必ず一緒にするように。レストレーションも同時に申請する人は、レストレーション料金の200ドルが申請料にプラスされて必要ですので、355ドル払わないといけないです。注意です。はい。ということで、あとはですね、ここに、こんな場合どうするの、FAQ、よくある質問集というのを、用意しました。用意しましたというか、移民局の方もこういうのを発表していました。よく、移民局にもよくあるんじゃないでしょうかね、ここの質問が。で、まず、ポスグラ延長っていうオプションが、自分のオンラインアカウントに出てこないですよっていう人は、まあ、もう一回ログアウトして、キャッシュクリアして、やり直してくださいよですね。それから、オプトインを選択しないまま、時間が経ってしまいました。うっかり本当はしたかったのにっていう人も別に慌てることはなくて、この、オフトインを利用しないですっていう方の、やり方で申請すればいいですよということですね。で、それから、ポスグラ延長し、一回去年の特別措置で、ポスグラの延長をしましたけど、どうなの私はっていうのは、この、期間の間にポストグラジュエートビザの有効期限が切れている人だったらもう一回対象になりますよということです。で、それより前に失効している方は残念ながら今回は対象ではないですよ。はい。で、それから、ビザの延長を希望しません。はいはいはい。希望しない人はなんか移民局に連絡した方がいいんですかっていうそういう方も質問もあるんですけども、いやいや、何にもしなければいいですよ、ということですね。あとは、新ナンバーが欲しいんですけど、っていう方は、これは、新しいビザが手元に来てからじゃないと、新ナンバーの、申請はできませんよ、ということです。はい。
まあ、これ、このあたりがよくある質問で、弊社にもよく、こういった質問がありますので、来てますので、まあ、まずはこちらのページをよく読んで、結構このページを見ながら、確認すればですね、大体の、質問は解決するんじゃないかと、そういうページに仕上げましたので、まずはこちらのページを、対象者の、特別措置対象者の方はですね、まずはこちらのページを見ていただければいいなと思います。はい。では、ではというか、今日は以上です。はい。今週末はいいお天気のようです。明日は20度を超えるみたいです。やっと春が来たようなバンクーバー。